の後もワントゥーエイサーシーブンサビラを。FM 講座ワントゥーエイサーシーブンサビラー。時刻は11時46分を待っております。引き続きワントゥーエイサーの後半戦シーブンサビラのお時間でございますよ。わお、いっちゃう、ありがとうございます。わお、いっちゃった、はい、いっちゃったよ、はい、いやいいっすね、エイサー展。はい、コザミュージックタウン前の交差点も、はい、エイサー展の、うん、あれになってるじゃないですか。見ました？はい、見ましたよ。レインボーカラーの、はい、見ましたよ、はい、新しい、新しいのに変わってますよ、はい、あれなんて言えばいいんですかね、電柱じゃないけど、看板か、はい、看板かな、はい、いいですね、いいですね、本当に始まりますよ、盛りだくさん、はい、それから、うん、ほぼ毎週ありますよね。そうだね、7月に入ったら、7月に入ったらもうほぼ毎週末ね、はい、何かしらのエイサーイベントがあるっていう、思ってもらった方がいいのかな。はい、はい、うんうん、ただ7月のね、2週目の日だけがお休みになるのかね、はい、そうですね、7月は2週目がお休みとなっております、はい、うん、はい、7月2日を幕開けに、はい、エイサーナイトもスタートということですね、うん、あとは市内各州で土日、はい、まあ、エイサー関連のイベントがあるみたいなので、はい、いっぱいありますよ、本当にねえ、うん、すごい、はい、じゃあ改めてちょっと紹介します。はい、お願いします。はい、まずエイサー展が、はい、今週日曜日ですね、はい、はい、でその次に、はい、7月2日、うん、日曜日、うん、で7月15日土曜日、はい、で7月22日土曜日、うん、7月29日土曜日で8月12日土曜日、はい、8月の13日日曜日、うん、で8月19日の土曜日で最後に8月20日ね、20日、はい、日曜日、はい、計8回、はい、プラスで8月16日日曜日はアガリナーザとエイサー祭り、7月ですよ、あ、7月、7月、はい、8月って7月ね、で7月23日はフーザン祭、はい、あれフーザン祭、あ、そっかそっか、はい、はい、そして7月28、29は、はい、沖縄フェスティバルがなんと姉妹都市である東海市で、そうです、すごいですね、はい、そして7月30日がコザエイサー祭り、はい、コザ中学校グラウンドで行う、そうです、そうです、8月盛りだくさん、はい、7月、8月はもう盛りだくさんですよ、はい、すごいですね、はい、子供の国のね、エイサー夏祭りもありますからね、そうですね、8月頭に、はい、はい、すごいよ、どれかしらに皆さん、まずは見ていただいて、うん、そうですね、はい、ミニが全部見に行けるかね、行けないですね、なんでやねん。もう言います、正直いけないです。いけないですか？行った方がいいんじゃないんですか？全部顔出すのはね、大変ですよ、自分の存在アピールしとかんと、いやー、司会いけますよって本当ですか？中日楽しかったですけどね、第60回やりましたけれども、あ、そっか、第20、あれは、あれは、中日は、中日は35回の時じゃない、はいはい、はい、もうそろそろ ね、あと 2,3 年したら40回になるからね、すごいな、はい、青年祭り、ね、はい、すごいよ、あれもすごいですよね、頑張ってください、ミミリさん、はい、はい、できるようにあのさ、はい、今さっきミミリが紹介したあの沖縄フェスティバルっていう、うん、東海市、はいはい、毎年8月にこの沖縄市の青年会が招待受けて、はい、あの東海市の花火大会に、うーん、エイサー市に行ってるんですけど、はい、そこじゃなくて、うん、今年から、今年から、もうがっつり沖縄イベントを、まあ、東海市の方で開催するということで、はい、そこに今度沖縄市の青年会が派遣されます、すごい、はい、
で、もう池原青年会が、派遣されるということになりましたので、はいはい、今その調整を行っております。いや、はい、実は、この東海市にあるコミュニティラジオさんとコラボして、7月いっぱい毎週 FM 小座も出演が決まりました。おー、すごい、すごいでしょ。なので、こうジャックします、 FM 小座。いいね姉妹都市交流ですね。そうなんですよ、始まりまして、はい、ならではですよこれ、はいはい。まあ、去年はですね、1回だけだったんですけど、今年は毎週、はいはい、夕方、なるほど、はい、いいですね、やっていくということで、はい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 、いつか、FM 小座も東海市に行って、ブースを構えて、こうお出かけ放送ができればいいなと、はい、お、いいですね、はい、東海市の人聞いてますか今は聞いてないかな連れてって私もはいはいはい、ね、もう青年会ね、もうこのエイサーシーズン始まってね、はい、引っ張りだこじゃないですか。引っ張りだこですよ。だから、まあ、県外にもね、たくさん青年会が派遣されるんですけど、はい、まあ、東海市のイベントが、まあ、7月の28、29、はい、その、2週前にですね、7月15日、16日、はい、東京都の中野区で中野チャンプルーフェスタっていうイベントがあるんですけど、はい、そこにも沖縄市の青年会今回派遣されることになりました。お、すごい、はい、南東原青年会です。南東原青年会、はい、大きいですよね。大きいですよ。だからまたね、なんていうんですか、今、青年会の中で、結構マンモス青年会というか、人数が多くて勢いのあるっていうのは、結構あるんですか。どんなですかね。なんか私的には中野町、そんだ、この南東原みたいなのがあるんですけど、あの辺のこのどの辺、あの辺中野町あの辺ちょっといっぱい飲むところがありますから、各青年会それぞれね、はい、頑張って集めてるんじゃないかな、はい、ね、やっぱりね、まあ、地域関係なく、やっぱりそんな青年会で習いたいとかいう方もいらっしゃるじゃないですか。そうだね、なんかすごいなと思って、追っかけじゃないですけど、本来はね、住んでる地域の方に、ね、はい、目を向けてね、やった方がいいんだけどね、やっぱり人それぞれ、好きなエイサーもありますから、ありますよね、はい、そこはね、まあ、強制できないのかなと思うんですけど、あとなんかお父さんとお母さんがもともとそうね、結構それも多いから、はいはいはい、昔やってたとかさ、とかね、つながりが、そう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 、いいと思いますよ。なんかいいですよね、親子で、はい、ね、ちゃんとしっかり、エサをきっかけにね、はい、いろいろ地域に目を向けていただければなと思いますよ。はい、ミネリアもまだ遅くないんじゃないか、はい、え、そうかな、でも私中学校以来やってないですからね。中学校は東青年会が、宮里中学校に、多分振り付けを教えに来てくれて、なんていうんですか、女手踊り、をやったんですけど、1ミリも覚えてないまあ何年も何十年前になっちゃいますからね。何十年っていう、何十年じゃない、十何年前、十何年前になるので、それでも年バレるよ、ね、15歳だろみたいなまだまだもう30代いくの、20代でしょ、まだまだ20代、じゃあ全然大丈夫よ。そうですか、いけるかな、いけるいける、はい、頑張れば、はい、浮くと思うけど絶対よ絶対よ。でもウィニリーみたいな人も必要なんだよ。え、ね、私だったらチョンダラですよね。チョンダラか、手踊りしなさい最初は早い早い、全部できるんだったらチョンダラなんですよね。そう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 、いやいいですね、はい、都道府県キリンビールの CM が、あ、そうですね、流れてまして、またそんな青年会がね、はい、フューチャーされてますね、はい、今回指笛っていうなんかテーマで、ね、やってますね、イチャリバ町でっていう、そうそうそう、松本潤さんが、はい、指笛を練習するっていう、練習するっていう、はい、できるようになるんですかね。なりますよ、あれできるできるできる、なりたいんだけどできるできる、あれは練習すれば誰でもできる。本当ですか、自分も本当に25までは吹けなかったよ、じゃあ頑張って練習しよう、本当に練習しようって思った時に、はい、集中したらできるようになった。へえ、なんかいろいろやり方があるね。それまではただブーブーブーとかやってたけど
なるほど、できるようになるということですね、はい、そうです。さあもうワントゥエイサーシブンサビラもお別れでございます。皆さんまた、ね、はい、はい、来週この時間にお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。